どうも皆さん、コンキキ、今日もアニメレビューの時間だよ。なんかまた、サイゼリアでツイッターが話題よな。サイゼリアさんは、何も悪いことしてないのにね。サイゼリアで喜ぶ彼女に、サイゼリアで満足する人は、貧しいしかじか。みんな、サイゼリアには行ったことあるだけに、思い入れじゃないけど、近いものがあるからこそ、ああいうツイートとかに反応するんだろうね。でも、あれやなサイゼリアの話してると、サイゼリア行きたくなるわな。ミラノフードリア食べたいわ。私は、サイゼリアのワインが好き。マグナムは安いし多いし。マグナム、お持ち帰りできるのもええよな。1100円で 1.5 リッターってコスパ最強や。そんなわけで、今日のレビューはこちら。名探偵コナン、沈黙のクォーターだよ。15分と書いてクォーター、もう、そこは、素直に15分でええんやないかな。コナン映画にはキャッチコピーついてることが多いんだけど、この作品のキャッチコピーはラスト15分、予測不可能なんだ。おう、なんや面白そうやん。終盤に盛り上がりそうな感じやな。これさ、確かに予測不可能なんだ。むしろ、これを予測できる人は誰もいないと思う。どういうこと？今までのコナン映画は、コナンくんがとんでもないアクション繰り広げてたり、黒の組織が機関銃ぶちかましてたりと、予想外なシーンは大変だけどさ。ツッコミどころとも言いますね。この作品は本当に予測できない。このシーンを考えた人の頭は一体どうなってるんだと思うほど、発想がぶっ飛びすぎてるんだ。どういうこと？今までのコナン映画のスケボーアクションは、大胆なアクションは多かったけど、まだ人の領域だったんだけど、この作品はコナンが神の領域へと至るんだ。神？映画の冒頭からコナン映画の伝統芸である爆発から描かれるんだ。おなじみやな。都知事への脅迫状が届き、開通したばかりの新路線が爆破されてしまうんだ。その結果、地下から飛び出した電車は街の中に飛び込む寸前にまでなる。とんでもない感じやな。一歩間違えば大惨事、何百何千何万の被害者が出かねない大事なんだ。犯人はなぜこんなことをしたのか。爆発とともに、この作品への期待感も舞い上がる。そこまでした理由は、確かに気になりますね。一方でコナンもとんでもないんだ。爆弾犯を追いかけるためにトンネルの中を逆走するんだ。当たり前のように逆走しますね。逆走する車を避けつつ、トンネルの中を重力を無視して、ぐるんぐるんと駆け回るスケボーアクションは、さすがはコナン映画って感じなんだ。重力を無視さすがですね。今回のコナン映画の主役は爆発とスケボーなんだ。とうとう、コナンくん主役奪われたんか。肝心の事件が、ちょっとスケール感が小さいんだよね。冒頭は都知事への脅迫だったり、電車が街の中に突っ込みそうになるんだけどさ、冒頭を過ぎると舞台は田舎の村になっちゃうし、事件自体も普通の殺人事件になっちゃう。あらら、8年ぶりに会う村人たち、過去にひき逃げを起こした人物だったり、8年間眠ったままの少年が目覚めたりするんだけど、話としては DVSP かテレビの前編後編くらいの事件なんだよね。映画としてのスケール感が小さめなんやな。まあ前作がバイオテロとか起こしとったから、ちょっと自重したんかな。ミステリーとしての面白さも微妙なんだよね。今回は、わざわざ毛利小五郎を眠らせるまでもないくらいの浅いトリックでしかない。そんな浅い事件を、1時間くらいグダグダやっちゃってるんだ。地味やな。この作品の冒頭とラストのシーンは覚えてるけど、序盤から中盤までのストーリーは、あんまり覚えてないって人も多いんじゃないかな。薄味やと。ゲスト声優の渡辺陽一さんが意外と演技上手かったり、少年探偵団の活躍だったり、コナンが猟銃で撃たれまくったりはするんだけど、どうにも盛り上がりは薄いんだ。当たり前のように撃たれとるコナンくん、見た目は小学生やぞ。そんな盛り上がりにかける中盤から終盤でとんでもない盛り上がりになるんだ。とんでもない。犯人の目的は前作と似たような感じで、手段を選ばずに目的を果たすために行動してるんだけど、それ自体はどうでもいいんだ。そこがミステリーで重要な部分やろ。終盤にはダムが爆破されてしまうんだ。はっ。このままじゃダムのそばにある村が水の底に沈んじゃう。どうにかしてコナンくん。いや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 、コナンくんがどうにかできるレベルじゃないやろ。どうにかするのがコナンなんだよ。やべえ。みなみちゃんならダムの水をどう止める？いや、私に聞かないでくださいよ。手段が一切思いつかへんもん。まずコナンくんは今作でスケボーではなくスノボーを使ってます。ダムの水とスノボー、一体どな関係性が？スノボーで雪崩を起こします。ん？スノボーで雪崩？どうやって？雪崩でダムの水を止めます。いや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 、コナンが崩壊したダムの水を止めるためにスノボーで雪崩を起こす。こんな展開を誰が予想できる？キャッチコピー通りやな。どんな発想やねん。積もったばかりの新雪だから刺激を与えれば雪崩が起こるらしいんだけどさ、とんでもない展開だよね。まさかコナンが雪崩を起こすなんて誰が予想できるんやって話やな。2022年時点でコナン映画は25作品あるけど、この雪崩を超える所業をコナンは成し遂げてないんだ。いや、雪崩以上ってなるともう雷とか津波とかしかないやん。あ、津波はワンちゃんいけますかね。博士にサーフボード改装してもらえば。終盤のとんでもない貫通力を持つサッカーボールだったり雪崩だったり、もうとんでもない作品だよ。いい意味でコナン映画らしいツッコミどころはあるんやな。
私がこの映画ベストシーンを選出するなら、雪崩のシーンはベスト5には入ると思う。というか、この雪崩のインパクトがすごすぎるせいで、他のシーンが霞んじゃっとる感じやな。神様仏様コナン様と祈りたくなっちゃう、そんな作品だよ。ほなまた次回。じゃん。